ドルビーシネマのロゴドルビーシネマとは、ドルビーラボラトリーズが提唱するプレミアムシネマの企画のことである。ドルビーラボラトリーズが考える最高の映画館を実現するため、ドルビービジョン、ドルビーアトモス、所定の劇場デザインの採用が必要になる。最高峰の機材を投入するため設備投資が非常に高額になることがネックである。 少しずつではあるが、2010年代から映画館の数は増加し続けている。映画館の中では、IMAX、4デラックス、MX4D、ベスティア、サンクスなどと同じく上映形態に付加価値をつけたプレミアムシアターという扱いである。しかし、ハリウッドに存在する世界最高峰滑唯一の劇場であるドルビーシアターよりも施設のグレードは低い。 主に下記の仕様を備える必要がある。従来の映像企画で課題だった黒表示時の光漏れを解決し、深い黒の表現を実現した。従来の劇場では暗い場面の表現で白いスクリーンが薄明るく見えていたが、その問題を解決した。詳しくはドルビービジョンを参照のこと、100万1のコントラスト比を実現する HDR 映像企画である。 制作機材から劇場のプロジェクターまで一貫してドルビービジョンの要件を満たす必要がある。各スピーカーごとの音声トラックをあらかじめ用意するのではなく、再生中に音素材の三次元的な位置関係をもとに各スピーカーの出力を決定する。劇場用と家庭用で様々な企画があるが、ドルビーシネマではドルビーアトマス4シアターを採用する。 最大で 128CH のオーディオトラックを各 CH の三次元版情報とスピーカー位置を元にして音をミキシングして劇場内のスピーカーに出力する。劇場に入る前に映画に合わせた動画と音声が流れる廊下が設置される。劇場により簡易的な場合がある。反射光を減らして黒の表現を強化するために黒を基調としたインテリアが設置される。 徹底的な防音も施されている。丸の内ピカデリーのドルビーシネマ場内、ミッドランドスクエアシネマのドルビーシネマエントランス2018年11月23日に、TJOY 博多に導入されたのを皮切りに2019年には、4館が開業し、2020年7月現在、全国に7館が営業している。グローバルでは22社が採用し、400スクリーン程度が稼働している。 ドルビーシネマ、完全なシネマ体験。www.dolby.com。2020年2月24日閲覧。a b 株式会社インプレス。初のドルビーシネマ専用劇場。丸の内ピカデリー披露。4日オープン。AAV ウォッチ。2020年2月24日閲覧。ありがとうございます。